はい。どうも皆さん、こんにちは。伊ずいこです。それでは今回なんですけども、D 払いでコンビニ最大プラス10%還元キャンペーン、ローソンやセブンイレブンのキャンペーンと組み合わせてお得にということで、今回は D 払いのキャンペーンですね。今回ですね、今お伝えしたようにコンビニでのキャンペーンなんですけども、それと合わせてお得なキャンペーンもありましたので、ぜひですね、最後まで楽しんでいただければと思います。それでは行ってみましょう。 それではこちらでですね、5月はコンビニ限定。初めての方は D 払いアプリで支払いされる方、プラス10%。これまでの方に関しては D 払いアプリでお支払いされたことがある方は、プラス5%の D ポイント還元キャンペーンとなっております。まあ見た感じですね。ほんと初めての方は10%で、これまでの方は5%なので、還元率は低いんですけど、まあ今のこの時期にこのキャンペーン出してくるっていうのは結構僕的には嬉しいかなと思います。キャンペーンの期間なんですが、今この動画をアップしてるのが4月の の22日なんですけどもそれより少し先になっておりまして4月の28日火曜日から5月の11日の月曜日までとなっておりますなのでこれ間違えないようにしましょうもちろんですね b 払いのキャンペーンですのでこちらエントリーが必須となってますので先にやっておくことをお勧めします少し先ほどお伝えしたかもしれないんですけどもこの2つの分け方ですね初めての方とこれまでの方ということなんですがちょっと下の文字のところ見ていただきたいんですがこのプラス10%還元対象となる方に関しては2018年の の12月1日から2020年の4月の27日までに DE 払いコード決済のお支払いがない方となっておりますなのでとりあえずこのキャンペーンがあったからといってさすぐに DE 払いを使うのではなくてまだちょっとこのキャンペーン始まるまではぐっとこらえることをおすめしますで下の方ですねプラス5%還元対象となる方は2018年12月の1日から2020年4月の27日までに DE 払いコード決済のお支払いがある 方となるので、まあ、今もお伝えしたようにインストールなどはしていただいてもいいんですが、ちょっと支払うのはぐっとこらえてまあ、これ初めての方ですね。このキャンペーンが始まってから支払い始めるのはいいと思います。で、これまでですね。まあ、僕みたいな d 払い何度も使ったことある方に関してはもうあまり関係ないので、もう5%還元でコンビニで使うという認識で大丈夫かと思います。あとは1回あたりの上限なんですけども、1回の決済上限は300ポイントで期間中、トータルの上限に関しては1000ポイントまでとなっております。 それぞれの還元に合わせての上限なんですけども、まず10%。初めて D 払いを使われる方に関しては、1回あたりの上限は300ポイントで3000円使ったら上限に到達します。で、期間中が上限が1000ポイントまでなので、トータルで合わせて1万円分使ったら上限に到達するということですね。そしてこれまでずっと D 払い使われた方に関しましては、1回あたりの上限が300ポイントなので、この場合5%還元の場合は6000円までとなります。そして期間中の上限はトータルで1000ポイントまでなんですけども、5 パーセント還元の場合は2万円分使ったら上限の1000ポイントまでと行くということですねまあちょっとコンビニで2万円使うっていうのはなかなかないと思うんですけどももしですね結構利用される方に関してはこれお気を付けくださいで残りの細かい情報ですね先ほどもお伝えしたようにエントリーが必要となってますのでもしこの還元のキャンペーンですね受けたい方はまず先に行うことをお勧めします還元されるポイントに関しては DE ポイントの期間用途限定のタイプですねまあこれまでもキャンペーンと同じですね新定義に関しましては2020年の6月末以降順次 とということになるのであと、こちら気をつけていただきたいんですけども、対象外、この還元を受けるための対象外のものもちゃんとありまして、D カード以外のクレジットカードですね、これまでそのクレジットカードの D カードですとか、D カードゴールドを使われている方であれば、D 払いとくっつけて決済すれば問題なく還元はされるんですけども、それ以外のクレジットカードを連携されている方に関しては、還元されないので、これをお気をつけください。 で、少し前からですね、始まってたんですけども、D カードプリペイドもこの還元の対象外となります。 あとは D 払いで ID 決済も使えるんですけども、一部ですね。この ID 決済も対象外となるので、しっかりとコード決済でお願いします。バーコードでの決済。あとは D ポイントで支払っても、これも還元の対象外となりますので、この4つに関しては注意が必要ですね。そして、気になる対象のお店ですね。まあ大体皆さんが知ってるようなお店が結構多いのかなと思います。まず、ローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、バナ、セブンイレブン、ポプラ、生活イカグラッシュハウス 3A と、ミニストップ、東海企業 スクセイコーマートはハマナスクラブこれ初めて聞きました。長谷川ストアも初めて聞きました。 株式会社タイエーというところも僕初めて聞きましたね。まあこれらのお店が今回の D 払いのキャンペーンの対象のお店となっております。でですね、まあ先ほどタイトルにもお伝えしたかもしれないんですが、ここからはちょっとしたお得な使い方、お得なキャンペーンと組み合わせたら、この D 払いとうまく使えるのかなと思いまして、今回このローソンとセブンイレブンを僕なりにピックアップしてみました。まずこのセブンイレブンなんですけども、今現在ですね、母の日ガーナキャンペーンみたいなものがありまして、今ちょっと上を読むと、セブンイレブンアプリで 対象のガガーーーーーナナ商品を1個買うううとととククリッシュガーナチョコ各種無料クーポンンンがもらえるというよなうなキャンペーンとなっておりますこのキャンペーンなんですが、4月の20日からすでに始まっておりまして、5月の10日までの実施期間となっております。で、そのもらったクーポンに関しては、4月の20日から5月の24日までは引き換えの期間となってますので、もらったら早めにまあ引き換えるのがいいのかなと思いますね。 このキャンペーンの流れなんですけども、まずセブンイレブンで対象の商品を購入します。で、購入する際に必ずセブンイレブンのアプリがあるので、そのセブンイレブンのアプリのバーコードを提示して、それでそしたら大体後日クーポンがもらえるという流れになります。対象の商品なんですけども、ざっとこんな感じですね。今出てるようなガーナのチョコレートということで、まあよく見るのは右下のロッテのガーナミルクチョコレート。これをまあ購入すれば一番安くでクーポンがもらえるという感じですかね。一応今回もらえるクーポンなんですけども、先ほどお伝えしたロッテ クーーリッシュとととかガーナ各種ということで、ククーーーーリッッシュガガナナミルクチョョコレートガーナポップジョイというようよな商品ですねで気をつけていただきたいのは、これ、お一人様1回までとなっておりますので、何回も何回ももらえるというわけではないので、これはお気をつけてください。で、早速ですね、もう僕はキャンペーンを無視して、もう僕は先にもう使ってきました。実際にもらえるのかなと思って、今左に出てるガーナリップルっていう商品を購入して、そして大体次の日ですかね、に今右に出てるようなクーポンがもらえたので、もしですね、まあ、チョコレートとか甘いものが好きだな っていう方はぜひこのキャンペーン試してみるのもいいと思います。そしたら次はローソンのキャンペーンですね。 じゃんということで、まあ、これ結構もうすでに使っている方多いのかなと思います。税込み700円以上を買ってチャレンジということで、LINE で簡単応募スマホくじということですね。今ちょっと下の説明文読むと、税込み700円ごとのお買い上げで、ユニバーサルスタジオジャパン貸し切りナイト、ペアご招待などが抽選で当たるお持ち帰り限定商品非回券が先着でもらえるということですね。まあ、これ少し前からですね、お試し非回券とのキャンペーンと組み合わせて使われている方って結構多いのかなと思います。 スタジオのキャンペーンもあるんですけども、もう僕はこっちの方を結構優先しておりまして、お持ち帰り限定商品引き換え券ということで、まあ、先ほどお伝えしたように税込み700円ごとの商品をもらったら、この先着で商品の引き換え券がもらえるということですね。 応募の期間なんですけども、4月の15日から5月の3日までとなってるので、まあ、D バレのキャンペーン期間中でもいけるという感じですかね。けどですね、ちょっと気をつけていただきたいのが、これ、先着でもらえるということと、プラス、お一人様50枚までということですね。あとですね、その真ん中にも出てる、残りって出てると思うんですが、これ今252万枚 ということで、もしかすると、D バレーのキャンペーンが始まる前に、このお持ち帰り限定の商品非解禁が終わってしまうかもしれないというのもあるかもしれないですね。 ちょっと今、日本語変だったかもしれないんですが、なので、これは残ってればいいかなという感じで、捉えていただいてもいいのかなと思います。で、一応先ほどのこのローソンのキャンペーンの流れなんですけども、税込み700円以上のお買い物をして、その際はね、先ほどお伝えした D バナーのキャンペーンと組み合わせて決済するといいと思います。そして、レシート応募番号というのをですね、入力する画面があるので、それを入力したら、あとはそのもらったクーポンを店頭で商品と引き換えるというような流れとなります。で、実際にですね、僕もよくこのキャンペーンですね、利用させていただいておる 途中ですが。 このようにレシートをもらったら下の方に応募番号というのが出てきます。ここの赤いラインのところですね。今ちょっと一部黒くしてるんですけども、全部で16桁の番号が出てきます。で、それを専用サイトで入力したら、このように LINE の通知でお持ち帰り限定商品控え券というのがもらえます。そしてそれを開くと、ご覧のように、このような控え券がもらえるので、あとは店頭でそのバーコードを見せて、商品と控えるというような流れになります。結構簡単ですね。もちろんですね。まあ先ほどもお伝えした、ローソンのお試し控え券とも組み合わせても今使える ので、まあそれはそれで結構お得かなと思います一応今回お伝えしたキャンペーンのまとめですね D 払いとコンビニのキャンペーンということでキャンペーンの期間は4月の28日から5月の11日までとなっておりますで先ほどちょっとお伝えし忘れたんですが今ここ3番目に先にエントリーと書いてるんですがこのエントリー方法はキャンペーンのページからではなくて D 払いのアプリからエントリーができるようになってますのでこれ間違えないようにお願いしますそして5%から最大10%まで還元されるとそして ローーセンやセブンンンンブブイレブンなどの他の他キャンペとととと組み合わせてもちょっとお得でですよいいうことでございましたまあ、そんなこんなで今回は D 払い5月はコンビニ限定のキャンペーンについてお伝えをさせていただきました。まあ、そうですね。初めての方からすると結構嬉しいキャンペーンなのかなと思うんですけども、これまでの方に関しては5%還元と、ちょっと静かなキャンペーンとはなるんですが、やっぱりですね、本当に今このような日本全国、世界中がこのような状況にはなっているので、それでもね、やっぱこういった風なキャンペーンを出してくれるドコモっていうのは やっぱすごいなと僕は感心をしております還元率が低くてもやっぱりどうしてもこのね還元のキャンペーンってのはそそられるので僕は普通に使いたいなと思っております一応ですねまあ、このキャンペーンの公式リンクに関しましては下の概要欄に貼っていますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 昨日ですね、ちょっとツイッターにもつぶやいたんですけども、これなんだかわかりますかね <laughs> まさかのですね、まだ届いてはないんですけども、先日動画にもさせていただきました、Visa LINE Pay クレジットカードなんですよね。<laughs> まだ手元にはないんですけども、なんと Apple Pay に設定ができたんですよ。というのもですね、ちょっとツイッターから情報を得て、 三井住友銀行のアプリからであれば設定ができるということで、そこからこう、もちゃもちゃしたらできたんですよね。で、今回の Visa Line Pay クレジットカードに関しては、三井住友カードが発行されているということで、Apple Pay で決済する際は ID で決済ができるということになっております。でですね、まだ僕は ID での決済をしてないんですけども、ちょっとですね、決済する前に、このようなツイートもですね、フォロワーさんから教えていただきまして、 それがこちらなんですけども、LINEPay の公式アカウントが呟いておりまして、こんにちは、LINEPay 公式アカウントです。Visa LINEPay クレジットカードにお申し込みいただきありがとうございます。LINEPay アカウントに登録される前のご利用には、LINE ポイントを付与されませんので、ご注意いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。ということでしたので、まだカードが届いてない状態で、多分決済はできると思うんですけども、LINE ポイントがもらえないということでございましたので、もしですね、僕みたいに設定はしたけど、決済するかどうか迷ってるっていう方、 いらっしゃいましたらまだちょっと決済しないようにお願いします順番としたらカードが届いて LINE Pay ア,アカウントに登録をしてそれで後に決済をするとまあこれが当たり前の流れなんですけどもまあ間違えてねフライングしないようにお願いします僕はちなみにフライングしそうになりましたということで皆さん気をつけるようにお願いしますありがとうございました